るんだよ、危ない。これだよ。すごいね。じゃあまい。ヤスクの登山口のそばに。自転車どうした？デプラ聞こえた。あ、自転車置いて。角度が問題だよね。無事な平です。 2,4,5 台青さんとゆめさんと3人でいます。登山口から道がですね、下がなんかやっと緩やかなところへ出てきました。今10分以上急な登りが続きました。道というかまっすぐ登っているところを1時間以上、まだ30分なんですけど永遠と続いています。9時5分前でここで休憩しています。日陰が数少ない日陰のところで、正面は、正面は苗場山の、苗場山はこっち、こっちの方に平が、やっぱり平長いよ。あ、でもそうか、何、いや、その向こうでしょ。全然平らなところを、ゆっくり緩やかなところがあります。おお、なんだの鳥。二人降りてきます。このピーク、ここは何になるんだい。あの岩の見えたとこだよね。ゆめさんはもう、あの岩じゃないの。そのキャタツいらないね。キャタツいらない。今ここを登り上げました。
周りの山は後ほど、はあ、上で待っててね。猿がなんか餌を欲しくてここでじっと待ってます。あれ、トリカブト？あれが白いですね。あそこはどこなんの？あれ白浦山。11時半です。急な山門を登って、ピークの右、これ白倉山の、はあ、真正面苗場山です。苗場からサブリュウとか白砂につながる、山頂行きの樹林帯を歩いてるんですけど、白倉山の、付近なのかまだ皆目見当がつかないよと。白倉の頭1,444メートルです。12時15分。はーい。こんなとこへ来てました。ゆめさんは、周り岳をこんなに。標識なんですよ。こちらの。標識って、それが標識じゃない。じゃあ分岐がある、分岐が。あ、分岐ね、右か左に分かるね。白倉の頭から、今。トリカブトまでまだ 1.7キロある。1時間遅れちゃう。青さん急ぐだけ行ってみよう。はい。すごい山頂行きが長い。降りちゃう。あ、じゃあそこで休む。あっち赤倉だよね。これがトリカブト。正面がトリカブト。ここまで行って休めば。白倉山からトリカブトの頃までかなり下りていきます。いやそういうのダメなんだI'm not afraid to die.
回復、心配するな。天気が良くて、最高やね。うん、グラグラしてる。うん。グラグラしてるよ。グラグラ。グラグラしてる。うん。すぐそこなのにさ、うん、またぐなっていうわけでしょ、これ。ああ。うん。あの岩峰のところを巻いて下をずっと降りてきました。それでここからさらに向こうに渡るわけで、であそこになんかカミソリ場っていうところがあるということですよと。ここがカミソリなんとか。うん、ちょっと待って、おうさん、いいよ、カミソリ1時40分、トリカブト山の登りに取り付いています。でも山頂までこんな風で眺望もなく風もありません。大変つらいよ。なんだ、妻取りそうです。またいつか。もうね、花が咲くこの山頂があそこのピークかな。え？山頂と屋敷の登山口か、屋敷の登山口こっちなんて、なんでこっち山頂、着いた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 、三角点あんの、着いたよ三角点。はい、はい、はい、どうも、はい、お疲れ様、お疲れ様、うん、撮った写真、ありがとうございます。そこから並びませんか。みんな最近緑で違う、緑、うん、みんなこうして入るかよ、はい、はいはい、みんな最近、はい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 。
来ましたよ。いやもう、この山二度と来ねえぞ。二度と来ねえか。根曲がりいっぱいいただきました。25分に、今さんたち到着しました。こういう風な山頂の眺めですよ、鳥かぶと山は。もう途中はですね、全然ビデオを撮る余裕もないぐらいにくたびれました。はい、こんな山初めてだ。あれが正面に見える岩場のところからあそこをずっと降りて、登ってきたんですよ。鳥兜山、念願の二百名山来ました。2時15分帰ります。まだ下山が長いんで、下山が長いです。方面へ、はい、下ります。2時20分です。大変だからね。うん、結構大変。赤倉の尾根道は白倉の尾根道とは全く対照的です。鳥兜が山頂からルートが見えてます。ずっとこっちへ来ました。赤倉山を今通過している最中だと思います。ね、歩きながら危ない稜線です。本当に野生をね、すごいよ。この これ両サイドね、切れ落ちてんですよ。本当に山のこのどっかを、これ下に下るんですよね。どこへ下るんだろう。これは下るんですよ。わけわかんねえ。陽子さんと私とここで10分ぐらい寝てました。これから1時間下へ下ります。4時15分です。多分、屋敷に下っている
尾根だと思うんです。たまたまここだけ平らな道です。あとは急な下りが続くんですけど、ここは珍しく気が抜ける道でした。急な道は映像撮ってられない。すごい下り道、これからいよいよ下りにまたかかりそうですね。屋敷への道です。この道登ってきた方がいいだね。往復した方がなんか良さげだね。花のように自由で